入ってますね、これ。入ってますね。引っ張っていくまで待っ、いけるかな、回してみるか。せーの、オッケー、乗った乗った。おいでいて、オッケー、来たー。誘って、おお、入った入った。せーの、オッケー、よし。どうも、あきりです。ね、もうかなり昼間暑くなってきて、真夏になってきたんでね、今日は夜釣りにやってきました。夜やったらこんな感じでめちゃめちゃ涼しくて、ちょっと川がね、多いですけど、魚釣りにはだいぶ楽になるんで、夜の釣りをしにやってまいりました。今日はね、もう夜なんで、魚も浮いてきてると思うんで、2昼半ぐらいで、もう浮きと針だけつけたような簡単な仕掛けでね、釣っていこうと思うんで、多分誰でも真似できる釣り方なんで、また、皆さんも真似してみてください。今日はほんでね、またタモシが、ブレ競技スペシャルの入魂がかかってて、まだ前回入魂できなかったんで、今日の仕掛けをちょっと紹介します。今日の仕掛けは超簡単で、ラインにこのゴム管通して、G2 のこの電気球を差し込んで、あとは、G2 の重りをつけて、で、あとこのまんま貼り付けて、はい。エビつけてるだけです。これだけの仕掛けですね。まあもうね、夏なんで、上から2昼半でやっといたら釣れるでしょう。エビちゃんでございます。エビ1000円分しか買ってません。まあ、1000円でも多分釣れるかなと。今日僕が使ってるのはインテッサ G4 の 1.5 号。リールは2500番台のリール。今日は強気に3号のラインと2号のハリスで。カラーがめっちゃおる。こんなところにガマカツのベストを着た釣りのうまそうな釣り人が、松田実と同じ超高級ガマカツベスト、いや達人や、達人、ありがとうございます。電気電気、あ、くれた、ありがとう。何も言うな。タモシが電気浮きくれましたね。危なかった、電池切れ、あ、ピッカン光るわ、全然ちゃうわ、ビンビンカッチカチの棒浮です。ビンビンでカッチカチの棒浮、これでいきたいと思います。さあやっていきましょうか。今ここにねエビ入れたんで、ずっと右に浮き流れてってるから、ずっとこれ止まるように左へちょんちょんとやりながら、右へ流れないようにこの巻いたエビのとこで止めてます。こうやってたらもうギョーンって入っていくはずなんでね、飽きまへんな、全然釣れ、全然釣れ、どないなってんねや。でそこそこ流れてるんで、ガン玉を餌から30センチぐらいのところに変えて、やっぱ底上に引っ張られるからね、少しさっきより絞るようになりましたね。ええ感じ、浮きが絞りながら進んでいくっていうのがね、すごい。お、なんか今触ったな。せーの、オッケー、やばい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 、走りすぎやばい、楽しこれエイヤ多分、めっちゃ走った、やばいやばいやばい、来た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 、マジか、なんちゅう走り。オッケー、外出た外出た、オッケーオッケー、外出ました、スリットから。おお、羽根や、結構前で来たんやな、あ、でかいわ、55ぐらいや、すごいわ、おお、めちゃめちゃ、おお、元気いっぱいやん、いやな、あんな走って君、今日こそ回ってきたね、今日こそ来るで、絶対釣れるで、たもし、いや絶対釣らなあかん、たもしが釣ってる、たもしが最後やな、最後やな、昨日じゃ来ないでやるよ、ちょっとサイドアップ足りひんな。
おいでいで。オッケー、来たー。おー、これもまた走り寄る。あ、しかも貝浮き吹っ飛んでいった。浮きが吹っ飛んでいったぜ。おー、これは血抜かえらい叩くな。うわ、ちゃうかった、跳ねや。うわー、マジか、あかんあかん、絶対にイカさん。うわー、ナイス、跳ね。うわ、アングルの跳ねちゃん。それでも60近いな。こんばんは、どうですか、跳ねちゃん。楽しい、うわー、楽しいな。いや、でっくい。いや、ナイスな、跳ねちゃんでございます。連発ですよ、連発。やっぱ夜警戒心薄いな。ギャンギャン来てくれました、ギャンギャン。あ、またハリスがズタボロに。これだけ直そう。巨大なエビちゃんはね、ファイバーアイと巻きに使います。こういう超ちっちゃいエビちゃんも、これもね、あんま食ってこないんで、ちょうど今のエビとさっきのちっちゃいやつの中間のこれぐらいで、ちょうどええサイズ。ガングロのエビがおると思うんですけど、ガングロのエビよりも白くて透明なエビの方が僕はよく食ってくると思ってます。刺身にするのは白くて透明のエビちゃんで、なおかつ大きさは中ぐらいが一番ベストだと思います。あ、もし糖度ヒットやったな、やっとちゃんとしたサイズや。でもこれ竿先が見えへんから分からへんね。オッケー、浮いた。お願い。え、たぶん見えてないやろ。あんま見えてない。もうテンションちょっと意味不明すぎて。やったやん。いいよ、手が震えてます。オッケー。もっと前行ける。あ、これぐらいか。楽しい。入魂やな。ブレー競技入魂したとうとう。長かったな。長かったよ。苦節何ヶ月？ガマカツのやっぱベスト来たちゃうな。さすがや。見えへんぐらい飲まれてる。いやー、長かった。俺はタモシが今日も坊主食らってくると信じとったのに。裏切らんねえ、ここは。いや、裏切られたか。ほんまに2班にした途端にやった。餌ちゃんと巻いてだろ。だからなぜ言うことを聞かんのだ、貴様は。でもなんか2ちょいっていうイメージがあるんよ、ここそんな、いや、それはいつものタムシの重い仕掛けやろ。今日はもっと軽い仕掛けやから、仕掛け斜め入ってるからちょっと深くせなあかんね。なるほど、ありがとうありがとう上機嫌タムシ、よかったよかった。入った。見えてますか、浮き。入ってますね、これ。入ってますね。引っ張っていくまで、いけるかな、回してみるか。せーの。オッケー、乗った。乗った。おっしゃ。おっしゃ。で、めっちゃでっかい虫首に止まってた気持ち悪い。棚上げて逆にキビできたぞ。ちょっと当たり切れたから、棚を2半から2に上げたら、ピレちゃんでした。もうやんちゃの中のこの子は、刺さるやん。これ自然な状態？これぐらいの霜り具合に設定してるん？これが普通やね。あ、そうなん。うん、だいぶ霜ってんな。あ、ほんまに？うん。俺の、お、入った。あかん。オッケー。よっしゃー。ナイス。パニカ、おお。おお、いや、でもこんな、うおのされまくり、のされまくりですわ。おお、何回、おお、夏の羽根すげえな。うわ、こいつめ、強烈な丸飲みチンチン赤。で、本当は早くソリンガにつけてあげた方がいいんですが、先にエビつけて投げといたら、ソリンガつけてる間にもう次の魚がかかるというミラクルを
起こしません。いや、猫ちゃんちょっと、猫ちゃんちょっとこれでかいで。これ食べたら怪我するで。で、怪我するで。あかんで。こう食べる気な。あかんあかんあかん。刺さるで。うわ、来た来た来た。ごめんよ、猫ちゃん。今日はね、仕事終わりから来まして、もう2時で上がろうと思います。明日も仕事なんで。結構重たい。やばー。うわぁ。うわぁ。え、こんな釣ってたっけ？え、タムシ何匹釣った？2匹。あ、ほな、合ってるわ。こちらでございます。今日はこんな感じで短時間でね、仕事終わりにたくさん釣ることができました。またちょっと真夏になって暑くなってきたんで、熱中症にならないように夜に釣りすると涼しく釣りできるんで、また皆さんもやってみてください。タモシも入港することができました。ではお疲れ様です。 OK、 こんな感じだな。